浜松フォトニクスはファブリペロー干渉計の原理と MEMS 技術を応用した MEMS FPI チューナブルフィルターを小型メタルパッケージに内蔵した MEMS FPI 分光センサーを開発し製品化しました。パッケージ内部は MEMS FPI チューナブルフィルターと受光素子をスペーサーを介して上下に積み重ねた構造となっています。 MEMS FPI チューナブルフィルターと炭素子の受光素子のシンプルな部品構成であるため超小型化が実現されています。この分光センサーのコアとなるのが MEMS FPI チューナブルフィルターです。ファブリペロー干渉計の原理を応用したチューナブルフィルターによって感度波長範囲において透過波長を任意に変えることができます。当社の MEMS 技術を応用して作成され、わずか 2.2 ミリ角という超小型サイズを実現しています。これが MEMS FPI チューナブルフィルターの断面図です。 MEMS FPI チューナブルフィルターはMEMS 技術を用いて形成した波長と同程度のエアギャップを介して上部ミラーと下部ミラーを対抗させています。このミラーの間に電圧をかけると静電引力によってエアギャップが変化します。 MEMS FPI 分光センサーにはバンドパスフィルターが内蔵されています。 MEMS FPI チューナブルフィルターの感度波長範囲の波長の光だけがバンドパスフィルターを透過して MEMS FPI チューナブルフィルターに入射します。 MEMS FPI チューナブルフィルター中央部に入射した光はエアギャップによって干渉し、エアギャップに応じた波長の光だけが透過します。電圧を上げていくとエアギャップが狭くなり、より短い波長の光が透過します。その反対に電圧を下げるとエアギャップは広がる方向に戻るため、長い波長の光が透過することになります。このように電圧のコントロールによりフィルターの透過波長を任意に選択することができます。 MEMS FPI 分光センサーは光源と合わせて使用し、急光測定などの分光分析に応用できます。 MEMS FPI 分光センサーは内部の MEMS FPI チューナブルフィルターや受光素子を変えることにより、さまざまな波長に対応することができます。現在当社では1.35 から1.65ミクロン、1.55 から1.85ミクロン、1.75 から2.15ミクロンの3種類の感度波長範囲のセンサーを用意しています。